508は、プジョーが製造、販売している D セグメントセダン及びステーションワゴン型自動車である。中型セダン及びステーションワゴンの407及び大型セダンの607を統合した車種である。ボディタイプは407同様、セダンと SW がラインナップされている。スタイリングは新世代第1号のものとなり、新たに、プジョーのロゴがフロントグリル上部に配置された。 プラットフォームやエンジンは2代目シトロエン c ごと共有であり、生産も同じ PSA レンヌ工場で行われる。エンジンは直噴ターボ採用のガソリン1.6リットルとコモンデール式ディーゼル1.6リットル、2.0リットルがラインナップされている。トランスミッションは6足 MT がガソリン1.6リットルとディーゼル1.6リットル、2.0リットル、6足、 AT がガソリン1.6リットルとディーゼル2.0リットルにそれぞれ組み合わせる。日本国内では2011年6月9日に発表され、同年7月11日より発売を開始した。日本に導入されるユニットはセガン、SW ともガソリン1.6リットルプラス 6AT のみで、それぞれにベースグレードのアリュールとキセノンヘッドランプや、 本比較シート等を採用した上級グレード、グリフが用意され、SW 全車にパノラミックマラスルーフが標準装備となる。欧州では RXH と称するクロスオーバーモデルも導入され、2.0リットル直列、4気筒ディーゼルターボエンジンとモーターを組み合わせたハイブリッドパワートレインが搭載された。2014年6月にフェンスリフトが実施され、 日本には2015年1月から導入された。2018年3月、ジュネーブモーターショーにて正式発表。同年欧州にて販売開始。先代が最大のターゲットとしていた中国市場での失敗を踏まえ、東大ではチーフデザイナーのジルビダルによって欧州モデルの原点に立ち返ったスポーティなデザインへと舵を切った。SW は先代同様に ステーションワゴンスタイルだが、セダンは4ドアセダンスタイルから5ドアファストバックスタイルへと転換され前高が抑えられた。また、死子の牙をイメージした縦長のデータイム LED ライトや死子の鍵爪をイメージした LED テールライト、往年の504をイメージしたフロントグリル状の508のロゴタイプ、サッシュレスドアを採用していることが外観面での大きな特徴となっている。 インテリアには最新のプジョー車同様 i イコックピットが導入され12.3インチのデジタルメーターやショーケーステアリング8インチのインフォテイメントシステムが搭載される。また USB ケーブル接続によって Apple CarPlay や Android Auto にも対応する。加湿容量はファストバックが487リットル、SW が530リットルである。 エンジンは 133kW、180PS の出力を発生させる1.6リットル直噴ツインスクロールターボ、プユテック及び 130kW、177PS の出力と400ナノメートルのトルクを発揮する2.0リットル直噴コモンレール式、ターボディーゼル、ブルーディが用意される。この他に、フランス本国においては1.5リットル直噴ディーゼルターボ、 165kW225PS を発生させる1.6リットル直噴ツインスクロールターボおよび1.6リットル直噴ツインスクロールターボと電動モーターを組み合わせシステム出力 165kW225PS を発揮するプラグインハイブリッドモデルも用意されるプラグインハイブリッドモデルは1.3リットル 100km の燃費を誇るほか、 電気のみで 54km の走行が可能である。サスペンションは、プジョーブランド初となる、アクティブサスペンションが搭載され、スポーツ、コンフォート、エコ、ノーマルの4つのドライビングモードの選択に応じて、減衰力が変化する。安全装備は、アクティブセーフティブレーキや、アクティブクルーズコントロール、レーンポジショニングアシストなどがいずれのグレードにも、標準搭載される。 日本へは2018年11月にまず、ファストバックのファーストエディションが60台限定で先行導入され、2019年3月より本格導入を開始、同年6月に SW の導入を開始した。日本市場においては、ファストバック、SW ともに1.6リットル直噴ツインスクロールターボ、プユテックを搭載したアリュール、 GT ラインおよび2.0リットル直噴コモンレール式、ターボディーゼル、ブルーディを搭載した GT ブルーディの3種のグレードが用意される。トランスミッションはいずれも8速 AT が搭載される。上級グレードの GT ラインおよび GT ブルーディには専用グリルおよび18インチアロイホイールが標準装備されるほか、オプションとしてナッパレザーシートが選択可能である。 中国市場には、同市場限定の508リットルが用意され、ファストバック及び SW は販売されない。ファストバックをベースとし、ボディスタイルを5ドアファストバックセダンから4、ドアノッチバックセダンに改めたほか、ファストバック比で、ホイールベースが 45mm、全長が 110mm 延長されている。また、上級グレードには、日本市場に設定がない1.8リットル直列4、 気頭ターボエンジンも搭載される。ありがとうございます。